漢方は医療機関以外にネットや薬局で気軽に購入できるのですが、薬の飲み合わせについてご存じない方も多いため、今回の動画を参考にしてより安全にお使いいただけたらと思います。一種類の漢方で全ての症状が緩和されることが理想ですが、実際には多種多様な症状に対して複数の漢方を使用するケースもあります。その際に気をつけていただきたいのが次の4つの生薬、魔王、肝臓、武士、大王です。これらが含まれている漢方を複数内服する際は副作用が強く出てしまう可能性があるので注意してください。魔王は交感神経を刺激するエフェドリンを含むため、多量に服用すると不眠、多汗、動悸、脱力感、精神興奮などが現れることがあります。魔王が含有している有名な漢方として、葛根湯やダイエットに使用される防風通商酸などが挙げられます。肝臓は低カリウム血症をきたし、おしん嘔吐、筋力低下、麻痺、不整脈などの症状が出る可能性があります。 2.5g を超える量は特に注意が必要です。武士は植物のトリカブトを使用したものです。鎮痛作用、温める作用があるため、痛みや冷えなどに対して使用されます。しかし、トリカブトは毒があることで有名な植物です。処理によって毒は弱くなっていますが、武士の容量が増えると、のぼせたり、舌がしびれたり、おしんなどの症状が現れることがあるので、要注意です。大王は便秘を改善する際に使用されますが、多量に服用すると下痢になります。インターネットで薬を検索すると、含まれている生薬の詳細がわかりますので、確認しておくことをお勧めします。以下の3点に気をつけていただければ、その他の併用は問題ないと考えられています。絶対に併用してはいけないのが、詳細孤島とインターフェロンです。間質性肺炎になる可能性が高くなるため、絶対に併用しないでください。また、この他に注意が必要なものとして、魔王が含まれる漢方と喘息の薬の併用です。不眠、頻脈、動悸などが生じやすくなります。次に、肝臓が含まれる漢方と利尿作用のある薬剤の併用です。低カリウム血症が生じやすくなってしまいます。どんな薬でも副作用のリスクはつきものです。知識を得て安全に使用していきましょう。